ちらが勝つのか試合始めていきましょう。ノバ VS ラフモンスターズの試合です。参りましょう。波動ファイト。さあお互いシールドプレイヤーは1人ずつです。さあラフモンスターズ5311ですね、スピードが速くて大きさが大きい、その代わりに弾数が少ない、一撃必殺。いきなり開幕4枚抜きを決めてきました。これが速くて大きいこのね5311の威力。さあまずはかなり早い段階で点数をリードしております。シールドの残り枚数はノバが1枚優位を持っている。さらに追加点、なかなかね思うようにシールドがね割れてないような形ですね。まもなく残り40秒後半戦に突入します。さあラフモンスターズ得点が止まりません。さあ取り返していきたいところ、残り30秒。さあ1点取りましたが、正面アタッカー落としてきました。5対1、ラストスパート残り20秒です。さあさらに4枚抜き。さあ5311が思ったよりすごくハマってるような試合ですね。残り10秒。さあ1点でも取り返していきたい。5秒前。さあここで2点取ってきたぞラフモンスターズ。試合終了、1対8でラフモンスターズの勝利です。おめでとうございます。これは得失点もかなり影響してくるんじゃない。